はい、皆さんこんにちは、熊谷翼です。今日は時間があったのでちょっと練習したんでゴスパーク行きたいと思います。前回もこれすげえことになってたんですね。ってなって次、今日こんな感じ。なんで A フラットです。5度5度って200、5度5度で次が、まあ、A フラット7的なオン G フラット的な A フラットオン G フラットですね。まあこういってルートだけ動いて次の小節 D フラットオン F、1度メジャーオンサードに行く。まあ、こういうコード進行とかがあればこのまま使えると思います。で今日ポイントは僕的には2つですね。まず最初のこの刻み、これが結構やっぱいいっすよね。このこうやって、まあ、2拍分 A フラットを刻むんですけど、5度7分の音、これまた僕レベルだったらこうやって弾いちゃいますね。つまんねえでさあね、これね。この人は1、3、5って弾いて、またオクターブの位置にこういくんですね。 A フラット C、E フラット弾いた後にオクターブへ足して、でまた次また5、1、3って弾きますね。なんでトップの音は1、3って動いてますね。ですかさずこっち飛びますから。なんでまあ これだけこっち開いてもこう3、1って言ってるんですけど、まあこの次こう来たらこう、次のセブンスの G フラットの後に行きたくなる感じなんだと思います、これは。で実際はこっち飛ぶんですけど、ベッて飛ぶんですけど、じゃなくて、まあ、飛ぶのもこれもすごいですよね。これは G フラットと E フラットなんで、まあ、完全に A フラット7の A フラット7的なね、G フラットの A フラット7なんで、まあこれ使って、あ、ちょっと待って、後でやろう、それは。そんでこれがまた、これめちゃめちゃいいっすね。あ、違う、この感じの、これはこういうのはよくかなりゴスペルのピアノのフィルで使いますね、これはね。似たようなのよく聞きます、このやり方。それで今回の場合は、結構長いですよね、このフィルがね。で1拍2拍目の裏から、8分音符の裏から入りますね。1、2、なんすかこれ、すごいですね。8分音符の裏から1、2で、これが A フラットの1のメジャー7ですね、この音。で1、2、1、7、1、2、2、でこれがここ C、A フラット C、4度、5度で、あ、ハイサイおじさんですね、これね。ハイサイおじさん沖縄行って、で、これ5、3、1、2でまた3。これはまあシンプルですよね。5、3、1だから。で、9から。またハイサイおじさん入ります。なんでこれだけでも永遠に行けるやつパターンですよね。
最後だけこれが 5-3-1-7 スーっていきます。 A フラット7の E フラット C A フラット G フラットで次の D フラット音 F に向かう感じですね。でこれの時左手はなんだっけな、イズラエルなニューブリードみたいななんか人いて、それの曲で He Knows My Name って曲あるんですけど、それの例えばそここれ F G マイナー2度マイナー TF ですね。3度4度で5度6度5度って5度7の長いところ、5度7がバラードで1小節続けばこのフィル使えますよね。なんでここもこの今覚えたやつ一緒に使えます。スムーズにぶっ込めました。成功しました。こんな感じでバリエーションを増やしていつの間にかゴスペル上手くなってたらいいなっていう話ですね。はい、それでは皆さん体に気をつけて、チャンネル登録よろしく。さよなら。